柳屋さんのすけの豆さを鍛える場所ポッドキャスティングバー。はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは、柳屋さんのすけでございます。落語いきなりゲップが入った。必ずゲップから入る。本当。ゲップに始まりゲップに終わる、はい、落語カフェの青木でございます。はい、はい、今回はですね、なんと、三之助のポッドキャストをみんなで撮る会。撮る会ついにやってまいりましたね。しちゃったよ。4月の11日ですよ。だって思いつきでね、なんか始めちゃったんですよ、はい、これね、企画っていうかね、はい、なんか今日たまたま何の会も入ってなかったんですよね。ああ、空いてた。落語カフェに空いてた、うんうん、なんか誰かが入れてキャンセルしたんですね。で、開いちゃったからなんかしようかって言って、うん、それでじゃあポッドキャストをみんなで撮ってみようかと、で試しにお客さん入れてみようかと、なんか頭のおかしい人来るかもしれないと思って、まあすごいですよ。これ何人いらっしゃるんですか。これは今日はもうほぼ満席でしょ。20人募集で20人でもう満員です。満席、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。おうわすごい、すごい。この落語カフェに通う会第1回目の落語会の後にやっぱりお客さんの前でこうやって撮りましたよね、はい、撮りましたね。全く覚えてないですけどね。覚えてない。覚えてないですよ。だってもう緊張しちゃうからね。あ、初めて講座上がったんですもんね、はい、落語カフェで。今日2度目。自分で作ったんですよこれ、うん、うちの工場のパキスタン人と一緒に自分で作った講座に上がるのが初めてだったんですよ、うん、考えてみたら、うん、まともにね、うん、はい、今日その2回目でしょ。そうです、全く緊張感がないのが怖いですね。そうですか。はい、なんか若干客席に一気に賞にそっくりな方がいらっしゃる。今日はね、なんか芸人に似た人がやたらいてね、もうビール飲んだりなんかしてるんですよね。なんかボタンさんにそっくりな AD もいましたしね。 AD いますね。京の新さんに似てる人もいますね、さっきなんで俺の会のチラシでなんかどの子のってさっきね、イチャモンつけてましたね。はいはいはい、はい、まあ皆さんね、毎回、今日から4回にわたりまして、はい、これ何月ですかね。7月から8月ぐらいまでですか、はい、これ今日は来週ですから、はい、何日ですか。次いつだっけ。18だか9だかかい、うん、だからもうこういうこともちゃんといつもそうなの。いつも18日はありがとうございます、はい、4月18日更新の回ですよ今日、まあ、なんか長屋さんにそっくりな人がな教えてくれましたけどね、はいはい、じゃあ呼び込んじゃいましょうか。はい、はい、今回本日のゲストでございます春風亭長屋師匠でございます。また呼んでないのに来たね今日はね。いや、ヤニさん何おっしゃいますやらね、ちゃんと呼ばれたじゃありませんか。ね、はい、ねえなんかすごいアウェー感なんですけど、これ結構落語よりきついかもしれないあのね、ただの晒しもんですよこれ結構お客さんいないでいつもこのねポッドキャスト撮ってますから、いるとなるとまたちょっとね意識せざるを得ません。でまたほら、普段結構1時間以上回して使えるの15分ぐらいじゃないですか。そうそうそう、今日は濃くいきますよ。濃くいきますよ。今日はねそんなに回さないですから1回1回ね。はい、はい、じゃあ明日の歌謡会のお知らせを長屋さんからお願いします。はい、明日の歌謡会はですね、19日4月19日の、はい、火曜日、はい、ありがとうございます。歌謡会出演者はですね、はい、蜃気楼龍玉師匠。え、何？もちろん蜃気楼龍玉師匠、ね、言いにくいね。軽く噛んでたよ。蜃気楼龍玉師匠ですね、はいはい、それと私の大好きな兄弟子春風亭一之輔兄さん、この2人会です。そうやってつけないと紹介できないから。いやいや、もうね、よろしくお願いしますよ。大好きな2人の会ですからね。そのところ、まあ、チケットあるかどうかはちょっとわからないんで、はい、ぜひネットをチェックして、はいはい、落語カフェのブログチェックしてください、はいはい、今日はですね、まずオープニングをここでね、これ今講座で撮ってるわけですけど、長屋さんにね、はい、まあ、こうゲストとして来ていただいてるので、はい、長屋さん中心に進めていこうことになる。そうですか。はい、で、これ何日でしたっけ。18でしたっけ、はいはい、18の落語カフェの、はい、週ですか、はい、ちょっと僕頼まれてちょっと長屋さん中心なの分かるんですけど、はいはいはい、一つだけ頼まれてることがありまして、はいはい、今日は客席にそっくりの人がいる京之進さん、はいはい、京之進さんがですね4月22日に、うん、のしん座クラシックっていう
イベントがあります。はいはい、実はその今日は告知に来てると。あ、言っても過言ではないんですが、はい、次の週に出てしまうと、それが終わった後の放送になってしまう。そうですね。はい、ありえない状況に。やりましょうか。いや、変わんなくていいですか。変わらなくていいですか。そうですか。変わってもいいですよ、今から。じゃあ変わりましょうか。変わりましょうかよ。じゃあどうぞ。どうぞ。じゃあ僕あの22時飛び入りで来ますんで、よろしくお願いします。はい、どうぞどうぞ。出なかったことにします。出なかったことにします。はい。今日のゲストは柳家京之進さんでございます。ありがとうございます。いろいろ都合がありまして、はい、今日ゲストに来ていただきました、ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それで、なんか之進さん告知がある。はい、ありがとうございます。いきなり告知、いきなり告知でごめんなさい、はい、言ってください。はい、7月22日、この落語カフェにおきまして、之進座クラシックという、はい、会をやらせていただきます。私一人だけでもうずっとやっていくという、はい、古典落語、普段私柳家京太郎という兄弟子がいるんですが、はい、この兄弟子が作った落語を最近そればっかりやってると、はい、飛び入りよく落語カフェの会飛び入りをさせていただいているんですが、うん、そこで、まあ、京太郎の新作しか聞いたことがないぞと、うん、お客様からいろいろ苦情を言われまして、はい、じゃあ古典落語をちゃんとやろうと勉強しようと、はい、いうことで古典落語をがっつりやらせていただく回でございます。新作らしく、はい、4月22日ですよ、金曜日18時40分開場、中途半端な時間ですね。はい、はい、18時40分開場、はい、19時開演でございます、はい、行く人。はい、おなんか今ボタンさんと長屋さんが遊びに来るかもっつってました。そうですか。これカモですか。はい、うん、まあ、京之進さんに落語をやらせない気ですね。ああ、なるほどね。お待ちしております。はい、前売りだと1300円で非常にお得になっております。そうですね。はい。ぜひお問い合わせ、落語カフェでいいんでしょ。そうです。はい。トーナシア星団をネタ出し。がっつりと、はい、やらせていただきます。はい、へえ。他2席ぐらい。はい。ぐらい。やらせていただきます。前にね、之進座モストっていう方あったんですよ。はい、その時に京四郎、京四郎さんと三夜さんが来たんですね、うん、で京四郎さんが新作やってた時に、うん、ものすごいタイミングでとんでもない大音量の右翼の凱旋者が来まして、はい、2月11日だったんですよ、あれ、はい、また来るわけですよ、でそれでまたね、しかもねタイミングがもう自分で入れたんじゃないかっていうな、そういうね、ものすごい絶妙なタイミングで、まるで寄せのハメ物みたいな、そう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 、はい、なんか、うん、もう PA でね、なんかこう、うん、わざと入れてんじゃねえかみたいな、うん、そういう感じだったんですけれども、うん、でその時に僕さすがに外に出てきまして、うん、これまあこの放送できなかったらカットしてくださいよ、はいはい、交渉に行ったんですよ、うん、そしたら警察の方がいらっしゃいましたね、うん、警察の方に「君は何ですか?」って言ったら「この近くで落語の興行やってるんですけども、ちょっと音がね大きいので聞こえない」って言ったら、うん、ちょっと来てと、うん、で向こうの凱旋者の目の前に行って、警察官が、うん、ほらここに迷惑してる人いるじゃないか、あいってマジモンの泳ぎですよ。僕も意外とね、意外とやりそうな雰囲気出すんですけど、もうなんかよくわかんない、見たこともないような安全靴とか履いてるんですよ。うわ参ったなと思ったら、お兄ちゃん何落語やってんのかと、ああそうかって分かった、じゃあこのなんだスピーカーだけ落とせばいいんだねって言われて、うん、落としてくると、おー、でありがとうございますって言ったら、うん、まあ落語は右翼だからなって、うん、ちょっと違うけどね。で僕本当にね、本当に右翼の一番先頭に置かない人に、うん、なんだ貴様って言われましたからね。なんだ貴様なんだ貴様って言われて、なんだちみはとか言わないんだ。なんだちみはなんだちみはなんだちみは言わない、言われなかったですね。びっくりしましたよ、ね、はい、まあこれがね、こうまたこういうの放送するとね、どうなるか分かりませんが、はい、はい、もう編集大変よ、はい、ね、まあ基本的に僕自身はどっちかって左か右かって言ったら完全に右なんですけど、そうですね、はい、落語好きですか、大体落語好きだって言ったんですね、落語は右翼です、落語は右翼でした、はいはい、京之進さん、なんか他に言い残すことありますか、はい、うん、言い残すことですか、うん、そうですね、僕は週3ぐらいの割合で、うん、落語カフェのティータイムにおりますので、はい、よろしければ声かけてください。そうなの、一番いるの実はカフェタイム、カフェタイムです、ね、そうそう、カフェタイム、そうなんです。でね、とにかく
あの落語カフェの昼間はね、うん、非常にゆったりとした感じです、うん、ね、あのちょっとおこんなところに喫茶店あるんだ入ってみようかっていうような立地条件じゃないので、うん、でまたねまたちょっとこれあの隣の人が聞いてるかどうかわかんないんですけど、はい、あの1週間ぐらい前に、今野口さんお笑いしてますけども、うん、野口さんと帰りがけ、うん、あちょっと階段から帰るか今日はってパッと見たら、うん、コーヒー始めましたって隣の本屋が隣の本屋がコーヒーを始めてしまう、ちょっとありえない状況なんですちょっと面白いから今泳がしてるんですけどこれはちょっとありえないカフェ乱立しかもうちのコーヒーより120円安いって あら大変だ、じゃあもうカレーやるしかないんじゃん。カレーですね。カレーやっちゃおう。カレーしかない。ボンディー。ボンディーにはかなわないでしょ。ねえ。カレーとエロ本はちょっとできないな。どん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 競合していくような感じで。あ、そうなんですね。ねえ。ちょっとそんなそっちのね、そっちのまあコーヒーも、うん、あの人気出たらもうあれですか、うちも対抗しなきゃいけないですから、はい、もう京之進さんと会えるので、ぜひ昼間に、はい、おりますので、大体おります、はい、あの青木さんより多分長い時間いると思います。僕よりはいますね、僕大体5時ぐらいに来て、はい、なんとなく雰囲気出してるだけですからね、はい、で、あとは、月曜日から金曜日まで、カフェタイムあるんですけども、はい、昼間月曜日そして水木金で土曜日は落語会がない時はやります。でその、火曜日以外はゆいちゃんがいます、うん、はい、ゆいちゃんが店員としていますので、うん、今後ろで手振ってますけれども、うん、はい、ゆいちゃんがいます、うん、それで手振っても全然伝わんないから、ね、収録的にはね、はい、映像はないですから、ね、で火曜日はこの放送にいつも出てきて、ね、じゃあ今日はシフトじゃないので来ない横田っていうのが、はいはいはい、います、はいはい、横田はあのいつものスピリチュアル系の、うん、本をずっとカウンターの中で読んでてあんまりちょっと話しかけられない微妙な雰囲気でやってますな。ぜひ昼間のカフェにも来ていただきたいということで、はい、まずはゲスト京之進さんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも、はい、教えてください聞いてみようのコーナー。ということでございまして、これはですね、今日は青木君と私がいますけども、はい、ゲストの今日は一金賞来ていただいてます。はい、どうも、はい、それから、はい、お客様代表でアトルさんに来ていただいてます。イエーイ、はい、ありがとうございます。アトルちゃん説明しますけれども、はい、これはね、まあ、あの一応ね一般の方なので写真とかは撮って、上げたりはしませんけれども、はいはい、なかなかあの恰幅の良い、はい、というかあのがたいの良い、うん、で20代ですか30代ですか、30代です。30代の、はい、北関東、北関東です、はい、あ多分でも前回メールで言っちゃってるんで、言っちゃってる、ね、じゃあアトルちゃんは、栃木ですね、はい、栃木から今日わざわざ、はい、栃木から、しかもですね、はい、先ほどちょっと耳にしますけれども、はい、落語を生で聞いたことない。すごいポッドキャストしかないわけですね。じゃあもう少女です。少女です。あ、ごめんなさい。落語少女ですよ。童貞。女性の方ですか？え？女性の方。まあ、一応確認しておきますけど、どっち、性別はどちら？もちろん男性ですよ。あ、男性ですね。男性ですが、いろんなほら、心の中は分かりませんから。いろんな方がいます。役所に届けてあるのと、はい、そうでないのと。ゆいちゃんなんか女性ですけど、中身おっさんみたいな。あ、そうですか。はいはいはい。まあ、この面々で今日お届けしながら、はい、このコーナーは、はい、このゲストの一金師匠とそれからもう一人ゲストのアトルさんがそれぞれ聞きたいことを一問ずつ交代、そうですね、交互にね、はい、すごいね、だけど俺初めて会うし、落語を聞いたことない人が、ね、すごいお互いに何を質問をし合うのか。しかもね、しかもこれ落語、そうだ、しかもこれね、落語はお好きですかとか言うんじゃなくて、何でもいいんですよ、聞いて。何をす、あ、そうかそうか、はい、そうそう、はいはいはい、例えば、ファーストキスはいつでしたかとか、うん、何でもいいんですよ。俺答えたくないなぁ。もうね、だからこう初めて会った同士ですから、うん、もうほとんど動物的な勘をこう戦わせていただくそうだよね。前に実はここで一回やったことあるんですよ、うん、オフ会の時に、一人お客さんと、うん、
三之助さんが上がって、うん、あのトーク何分間かトークするってやってましたよね。ありましたね。三之助さん思いっきり下ネタを振ってましたよ。やっぱ人類共通かなと思って。そういう方と ね、 ね、うん、好きなタイプはどういうタイプですかみたいな、うん、好きなタイプって聞くと思うじゃないですか。先にタイプ聞いてますからね。まあここも今喋んないでしょ。こう絶対使わない感じです。まあほらなんか妙に笑ったんですけど。直近はい、なるほど。ということでまずアトルさんからアトルさんから一金一勝に、はい、あ、俺、あ、そうか、はい、俺じゃないですか、はいはい、何でも聞いてください。はい、一、はい、イニングですね、まあ、はい、はいはい、実はあの小三師匠の お噂、伝説で、あの5代目の、はい、いわゆる人間国宝になった、はいはいはい、先代の小三師匠で、はい、の伝説で、あの弟子にすげえ食わせるっていうお話があったんですよ。あ、柳屋一門、柳屋一門、はい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 、いわゆる業界でいう大乗せってやつですね。そうですね、はいはい、でもちろん一騎師匠もあのゆくゆく、まあ、弟子取られてます。いや、私は取ってないですね、はい、ゆくゆくあのお弟子さん取られたら、はい、たくさん食べさせます。私はあの食うなという方ですね。おというのはなぜかというと、確かに柳屋小三師匠っていうのは弟子に食え食えと言ってきたんですけれども、うん、うちの小三治は私に対して食えとは一言も言わなかった。なのに、あっちゃう。なんか入門の時にあれですよ、逸話がありますよね。一輝師匠が入門して志願って言った時に、ちょっと恰幅が良すぎる。はいはいはい。痩せてこいと。そうね、私ね、あの5つぐらい師匠に条件出されて、はい、そのまあ、大阪の人間なんで、あの江戸弁を喋るようにしてこいと、あ、微濁音をちゃんと使えるようにしてこいと、いろいろこう条件があった中に痩せてこいっていうのがあったんですよ。それが一番大きい条件ですよね。そうそうそう、そう、うん、90当時 2,3 キロあったのを56キロまで落としたんですよ。半額セールですね、もうね。いやいや、マジだマジだ、うちの子供2人分だ。あ、2人分。まあ、ここであのね、ど素人のアトルちゃんの家庭が少し見えます。少しずつ見せていきましょうね。まあ、結構必要のないデータですね。なんかする人、はいはいはい、栃木県では有名なんだから。あ、そうなんですか。出ました、栃木弁も出ました。なるほどね、はい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 、まあまあそんな感じでね。なるほど。じゃあ私はそういうふうには言わないつもりです。返金書全然食え食えと言われなかった、はい、前座生活。そうです、はい、うちの師匠はね、人を見るんですよ。だから例えば私も言われなかった、食えと。ちょっとぽっちゃりしてますよね、うん、できれば残せって言ったこと。そうそうそう。ラーメンのスープを全部飲んでしくじったことありますからね。でも他の人はそれ飲むのは当たり前なんです、前座の頃ってね。そうそうそう、ラーメンごちそうになったら梅雨までわーって飲むのは当たり前なんですけど、私は飲むなって言われてましたから、うん、だけど例えば三沢さんなんかね、食え食えですごい食ったわけですよ。だから弟子全員違うんです、それは。人によって違うという。じゃあそれだけこの弟子のなんていうんですか、本質みたいなのをこうずっと見極めてるんですね。小三師匠が見極めてないみたいな感じで。小三師匠あるじゃないですか、全員に同じこと言ってる。全員に食えと言います。それもまた一つの。いや、どっちかですよね、うん、どっちかですよ。そうそう、だから僕は小三師匠と一緒にあのやっぱり行くと食えって言われましたよね。それはもうあの、まあ、この汚い話ですけれども、あのもう食べられないっていうのをトイレ行って吐いてまた食べましたから、うん、そうそうそう、そうそうそうですよね、うん、いやだってね、すごいですよ、中華屋行ってね、好きなだけ、まあまあ、いわゆる一品料理ね、チンジャオロースからなんだエビチリから何やらね、で最初全部もうお腹いっぱい、もう入んないっていうとこまで食べた後に一人一皿ずつラーメンとチャーハン。チャーハンね、うん、ラーメンはなんとかいける気がするけど、うん、チャーハンはラーメンとチャーハンはね、セットだと思ってるんですよ。そうそうそう、別々の食い物だと思ってないですね、小三師匠。またね、小三師匠ってね、テーブルの上にね、隙間が空くのが嫌なんですよ。あ、とにかく並んでないとダメで、一番最初に全部注文した。皿がテトリスみたいになってる。なるほど、ね、ところがこれがね、消えないんだ。消えないね、いつまで来ても。そう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 、どんどん入ってくるから、うん、上にどん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 いっちゃう。そうそう、俺前にね、中華料理屋行ってね、小山師匠で、みんな腹いっぱいになるわけですよ。でまたね、腹いっぱいになってもう食えないっつったら、お店の方がサービスで杏仁豆腐を、こんなやつをドンと持ってきて、で前座で一番下だったんですけども、小山師匠に「お前食えるか?」って言われて、「食べます」っつって、それ全部食べて、杏仁豆腐。そう、
小山師匠から祝儀もらったもんな。えらい。すごいニコニコ笑いながら。また食べた食べたってことをとても喜ぶんですよ。だから弟子としてはね、うん、もう一生懸命食べるという。そうそう。小山師匠のね、そう笑顔が見たくてね。なるほど。とても純粋な気持ちですよね、これね、後で大変なんですけど、そうそうそう、だから、ね、太ったり痩せたりするんだよね。メイク印象はもしでお弟子さんが来てもじゃ あのその状況に合わせて言うんですね、小三治師匠と同じですかね。あ、まあ、まあ基本食うなとは言いますよね。うん、うん、太りすぎは良くないですね、やっぱり。あ、膝も痛いしね。膝も痛いしね、楽屋は狭いですからね。まあ、どれだけ邪魔って言われるか。まあ特に落語カフェのね楽屋は、あ、ここね、ね、2畳ですからね。3人入るともうなんか立ち話みたいになってますから、ね、歌武蔵炎十郎一輝とか3人入ったら誰も動けなくなっちゃう。それだとちょっと入れない可能性もありますよね。そう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 、真冬に汗だくみたいな。そうですね、じゃあそんな、はい、こちらからの質問ですが、はいはい、逆にあの一輝師匠から、はい、アトルちゃんに、はい、アトル何でもいいですよ。はい、あ、じゃあね、どうしようかな。栃木県の出身ということですけれども、はい、栃木は まずどちらなんですか。大田原っていう。大田原って言ったら確か漫才のなんだっけ、U 字工事。U 字工事さん。実はあれ大田原じゃないんですよ。あ、違うんですか。あの合併して大田原になったっていう隣町だったんです。あ、なるほどなるほどなるほど。おすっげえローカルな話題だよ、ね、ローカルでごめんね。いや俺ね、もうちょっとローカルでごめんねごめんね。いいね、アトルちゃんちょっとなんかやりそうな雰囲気。ごめん今ごめんねごめんねと俺なんか言っちゃった。かぶっちゃった、かぶっちゃった。俺の声だけ消せるこれ。それ無理です。あ、それ無理です。じゃあ別撮りでごめんね言います、ね、やっぱりほら普段ね、普段落語はほらかぶさってきませんからね。それなんだよ、自分同士で喋ってます、はい、それ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 で何か、はい、じゃ あのさっき家族構成をね、はい、おっしゃってましたけれども、はい、奥さんと、うん、じゃあ出会ったきっかけを。お、あ、栃木県はどうして。いや、僕実は埼玉にいたんですよ、仕事で。栃木出身なんだけれども、はい、お仕事で埼玉へ行ってた。はい、なるほど、素晴らしい、ね、奥さんどちらの方ですか。茨城です。あ、え、栃木の人って茨城の人ってすごい仲悪いんじゃないですか。そう思うでしょ。はい、なんかもうめちゃくちゃ言ってますよね、U字工事さんがね、茨城のやつはどのコーナーだった、はい、そんなことないですよ。あ、そうですか。あの男の人はそう見るんですけども、男の人が女の人を見る場合はね、みんな裸に見えますからね。そうですね、女の人はね、どこ出身とか関係ない。まあそうですよ、ね、好きなタイはって言っちゃうんだ。ああ、なるほどね。よく行ってた、じゃあ風俗店でお知り合いになった。風俗店を行ったことないんですよ。ああ、そうなんですか。ええ、うん、また俺黙ってきちゃった。いや正直ちょっとアトルちゃんね、僕と同じ匂いがする。そうだね、そうなるとあんまり喋らない、止まんなくなっちゃう。アトルちゃんって、じゃあこのコーナーは、このコーナーはだから俺の質問は切られてるってことですよ。だから30分ぐらいこう喋った後に、というわけでって戻すかもしれない。あー、なるほどね。てか駅長もほら、うん、奥さんとどうやって知り合ったんですかって、その次がありそうな質問じゃないですか、それって。あー、そうかそうかそうか、そう、ね、めちゃめちゃ。それで、いや、社内恋愛です。あ、じゃあそれで終わりですみたいな。じゃあまあ、まあ、嘘つけますよ、いくらで。いやいや、だから、合コン感だからね。合コン感覚で。え、じゃあ趣味は何ですか。趣味ですか。趣味、あ、今日ギター持ってきましたね。あ、え、ギター持ってきましたし、趣味がギターなんだ。お、あとは趣味いっぱいあるんですよ。なんで今日はちょっと趣味の話やめましょう。もう本当ね、すごい、さっきから質問封じが続いてる。本当、本当にパンツよ。完全なド素人に断られる。皆さん、質問本当にでは素人状態なんです。ごめんなさい、ごめんなさい。そうなんですよね。ちょっと当てはまらないんですよ。そうですね。じゃあギター弾きましょうか、酒の。あ、やりましょうよ。酒と。ですね。あ、少しか作ってないんですよね。この間僕はイントロ作りましたよ、それ。本当ですか。まあイントロ作ったとしても、ジェラシーですからね。メロディーが井上陽水のね。弾いてみて、あのジェラシーだなと思いました。そうなんです、そうなんです。酒って歌なんですけどね。質問をね、まあ、質問コーナーとして始めたので。終わったね。これね、質問で終わらないと、うん、あの次の人も別のコーナーになる可能性がありますからね。そうだよね。じゃあなんか一貫性ってものを。一貫性をね。じゃあ質問って難しいんですよ、ね、難
しいね。いや、あのね、こう言っちゃなんだけど、質問をされる立場はよくあるじゃないですか。そうですよ。僕らってどうして話し家になったんですかって答えをもう100万回ぐらい答えてるじゃないですか。そうそうそう、まあ、もう普段は何をやってるんですかとかね。そう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 、ただあの、なんで話し家になったんですかって100万回ぐらい言われてるけども、4種類ぐらいの答えを持ってるから俺。そうそう、人によって言い方変えたりね。25万回ずつ言い換えてね。それなんだよ。ねえ。そういうのさいって見てみたら。あら。というかまた長屋さんが少しやかましくなってます。じゃあじゃあごめんなさい。じゃあ質問、長屋のことをどう思いますか。長屋さんですか。はい。ポッドキャスト聞いてるからうるせえなと思ったんだ。では、長屋さんはうるさいという結論で今回出ました。ありがとうございます。ありがとうございました。アトルちゃんと一点勝利でございました。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。見継ぎ物ご紹介のコーナーでございます。おー、また必要以上に盛り上がっておりますが、いや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 、これね、あのね、11日のね、ポッドキャストを撮る会、はい、終わりまして、はい、まあやってる途中はちょっとね、いろいろ展開があってね、はい、大変だったんで、みんなご紹介、なかなかできなくて、もちろんあのみんなでちょこっとずつ食べてるのも多々あるんですけれども、はい、まあいただいたもの、はい、貢ぎ物って言うと本当に偉そうですけど、貢ぎ物と呼んじゃってますのでね、まあこれはこういうことで、今日今回の収録にちょっと呼びかけたところ、はい、本当にあの今日おいでいただいたお客さんにもたくさんのものを持ってきていただいたんですが、まあね、事前にお送りいただいたものがありまして、うん、それをそういうものもご紹介しながら進めていこうかなと。いや本当にありがたいですね。そうですね。いや、びっくりしました。もう今こちらの落語カフェ、いただき物でいっぱいでございます。本当になんか本当それこそラジオのやってる人ってこういう感じなのかなと思いますよね。もう胡蝶蘭が7つね。7つね。それから花輪が20個。笑っていいと思うみたいです。それから頼んでもないおかめうどんが20杯ね。それはいたずらで。それいたずらで。いたずらで。誰が払えばいたずら。はい。で早速ですね、ご紹介していきたいと思うんですが、はいはい、九州から、うん、届けていただきまして。はい、じゃあ私は読みますよ。はいはい。はい、三之助師匠こんにちは。こんにちは。青木様はじめまして。はじめまして、どうも。福岡の会にちょいちょい行かせていただいているみもりさんでございます。みもりさん、ツイッター名が、なんとかって書いてありますね。はい、ツイッターでね、もうすでに。僕やんなくてよくわかんないんですけど。ツイッターですでにね、こう、お知らせいただいて、うん、あ、そうですか。送ったよってのが。ポッドキャストは聞き始めて1年ほどになります。毎度ポッドキャストに差し入れをしようと思いつつタイミングを逸しておりました。今回は時期も時期なので、博多祇園山笠。山笠祭ってありますよね、ふんどしでこうなんか、うん、わっしょいわっしょい、今真っ盛りですよ、山笠、ちょうどね、今ここに長屋さんいらっしゃいますけど、ね、やっぱり九州では有名なんでしょ。有名ですよ、ね、あとは何、どんたく、博多どんたくね、有名です。山笠、あとは何かありますか。長屋さん、大分何かありますか。大分はね、そんなないんですよね。あ、そうですか。やっぱり博多、昔からの文化のね。そうですね、博多とか長崎なんたら有名ですね。なるほど、なるほど。で、1日から15日4月のね、限定の祇園饅頭に、しようかなと思いましたが、なかなか日持ちがいたしませんので、余裕を見て却下いたしまして、帰りといってはなんですが、山笠をモチーフにしたお菓子を送りました。パッケージの手ぬぐいは山笠で、歌われる祝いめでたです、それとお酒の魚にイカの柚子麹漬けと明太高菜を、ご飯が欲しくなるかもしれませんが、みたいな感じですね。ありがとうございます。祇園饅頭はぜひ来年博多で召し上がってください。行楽を楽しみにしています。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかね、こうやってね、参加はできないけれども遠くからね、こうやって、もう参加してるのと同じですから。そうですね、ライブで見てくださった方も今日は立派な参加者ですけど、こうやって遠くから応援してくださる方ももう立派な参加者でございますね。このや、博多山笠水しぶきというお菓子をいただきまして、本当にね、この丸く丸い箱の周りがすごいよ、なんかね、角砂糖というか、何なんですかね、これね、砂糖、寒天、卵白、フルーツ、もういろんなこと書いてありますよ。りゅうちゃん、りゅうちゃん食べてごらんなさい。いただきます、はい、いただきます。これ2種類入ってるんですね、白い感じのと、そう、透明感があるよね、お、あ、なるほど、はぁ、溶けるな、これ。溶けますか。あ、そうっすか。いや、私もね、一つ、いいね、長屋さん元気で、とっていただきましょう。ほんと、締め殺してるよ。締め殺
あら、シューボロシマス。あら、これ寒天をこう砂糖がけにしたもんですかね、うん、周りがパリッとこう砂糖で覆われていて、中はね、もうスッと口の中で溶けるよ、うん、ほんとそうだね、この前のあれもお餅もそうでした、ね、あ、そうです、これ美味しい、うん、涼しげな、やっぱり口の中が、うん、夏っぽいのね、うん、で、高菜明太と、うん、その柚子麹漬けですか、いかが、はい、これは三之助くんがうちに持って帰ってね、飲みますよ、お酒のあてにするそうです、食べたもんですな、はい、あのね、ポッドキャスティングではしゃべあれですけど、うちでずっとこれ食いながら喋ってよと思います、ぐだぐだね、ぐだぐだ、ぐだぐだ喋りながらいただきます、お酒かなんか、ね、手ぬぐい、手ぬぐいがね、手ぬぐいですから、博多ではこれ手ぬぐいというそうです、手ぬぐい、手ぬぐいね、カロのウロンみたいなもんですね。なんか書いてあるんですかそれ。これ、あの博多の山笠の、あのお歌がね、博多の書いてあります、うん、博多の観光総裁には欠かせぬ歌い文句でございます、うん、祝いめでたの若松様よ、技も栄えりゃ葉も茂るってやつですね、うんうん、いいね、うん、こういうなんかこう歌の文句が書いてある手ぬぐいでございます。京之進さんは博多行ったことあるんですか。博多はですね、僕修学旅行で行きました、ね、ああ、僕も行きました、やっぱりそれっきりだな、博多まで行くんだ、すごいね、三之助を見た会 in 福岡が7月の20日にございます、ね、おお、ぜひぜひ楽しみにしていただきたい。長谷さんは博多の思い出ありますか。博多、博多に住んでました1年間だ。あ、そうですか、あの予備校の子、ああの親子通り、親子通りの本当近所に住んでました。あ、そうなんですか。天神とかあの辺の今繁華街の、ゆうちゃん知ってる、親子通り、知りません、あのみんな予備校に通っててさ、そうそう、親子校だから、そうそう、予備校がたくさん乱立してる地域が、でもそこが一番いわゆる繁華街、そうですね、ライブハウスなんかもいっぱい、そうそう、ライブハウスだとか、私が会議やってるライブハウスはその近くにあるんです、親子校通り通り、ね、さあ、ありがとうございました、三森さん、ありがとうございます、はい、もう一つお送りいただいた方はこちら、おなじみの、はい、マー様でございます、マー様、マー様、マー様、ありがとうございます、今度はじゃあ、はい、メールいただいてるんで読みます、ご無沙汰しています。三之助さんとのポッドキャストいつも楽しく拝聴させていただいています。7月11日のポッドキャスト公開録音会ですが、せっかく放送中に呼びかけていただいたにもかかわらず伺うことができなくて残念に思っています。ささやかながらお茶菓子を本日送らせていただきました。収録時に食べていただけたら嬉しいです、うん、ということですが、近況を少々、はい、マー様、うん、マー様の、なんだなんだ、女でもできたか、あら、え、そうかな、どうだろう、はい、ドキ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 。関東に住んでいた頃と比べだいぶ落語会に出かける回数が減りましたが、これはいよいよ女できたかもしれない、はい、そうですよ、細々と上方落語研鑽に努めています。あれ、なんか様子が違う、違うね、先日の29日に桂三金さんの落語会に行きましたら、もう三金賞ね、あの、はい、ちょっとぽっちゃりしてるね、はい、ANA の機内誌である翼の王国の取材があり、落語会や懇親会の様子を写真に撮っていました。ひょっとしたら以前よりもふっくらとした姿が紙面に掲載されるかもしれません。マー様、掲載は9月号ということですので、飛行機好きの三之助さんにはぜひチェックしていただきたいと思っています。これからますます暑くなりますが、お体ご自愛ください、ということで、なるほどね、女できてない ね女できてないよ、掲載しすぎですよ、女できてないけどふっくらしたってことは、向こうで頑張ってるね、頑張ってるね、ふっくらってあれでしょ、あ、そうか、うん、あ、マー様がちょっと太ったんじゃないの、うん、あ、これそういうことなの、そういうことでしょ、三金さんの落語会と懇親会に出たんだね、じゃあ、うん、そうです、それが写真で取材で写真撮られて、だからもしかしたら載ってるかもしれない、うん、ら、うん、翼の王国に写真載るなんて夢よ、私、まあ偉い、うん、あんたの王と載ってたよ、だから一遍載ったでしょ、載ったよ、あの全肉寄せ出た、全肉寄せ、ね、もうお弁当とかね、うん、お弁当のコーナーとか出してもらってるんですよお弁当のコーナー、うんうんうん、でね、いただいたのがですね、はい、こちら、いろんなのが入ってるんですよ、福寿堂さんのお菓子の詰め合わせ、これは何ですか、ビックスカリン糖って書いてある、カリン糖、ビックスカリン糖、そして福寄せ、そしてピーナッツせんべい、まあいろいろこう、チーズなど、まあ、お酒のおつまみですね、で、とりあえず缶になってんだ、すごい、ちゃんとましたね、私はね、私何しろカリン糖好きなんですね、そうなんですか、日本カリン糖ですからね、そうです、カリン糖です、カリン糖、もうね、日本
日本カリントで埋め尽くしたいですから。ほら、ゆうちゃん今一生懸命出す皿を出し走ってる。こういうね、こういう缶にね。あさっちゃったね。はい、しっかりした缶に入ってますけどね。お、すごいカリントたくさんいろんな種類あるよ、ほら。あ、混ざってんだ。へぇ、あ、一種類じゃないんですね。あ、種類があるよ。あ、ほんとだ、ほんとだ。ほんとだ、薄っぺらいこの葉っぱの形したようなものから、はい。いわゆる普通のカリントまで。白いカリン。いただきましょうじゃないですか。はい、いや、私ちょっと細長いやつをちょっと。あ、なんか丸いやつありますよ、ほら。ねえ、ほんと何種類あってんだ。ほら、それ、あ、おこしみたいな。おこしみたいなやつ、よく見るやつ。おいしい。あるね。うまい。カリントうまいですね。久しぶりに食べましたけど。真夜中の12時半に食べるカリントはおつだね。おつですね、甘いね。おつだね。まーさんもありがとう。ありがとうございました。ということで、まずは、先に、送って、ね、皆様よりも一足早く差し入れをしてくれたお二方でございます。ありがとうございました。ありがとうございます。田中ゲームのコーナー。いやー、僕はですね、僕が高校の時からやっている田中ゲームがついに、はい、この人数でやれることになりまして、はい、一度あのね、あの、はい、ポッドキャストでもやりましたな、はい、やりましたよ、田中ゲーム。皆さん、田中ゲーム、ポッドキャストでやってたの聞いたことあるという人いますか？手挙げてくださいよ。聞いたけど忘れてる。5人ぐらいいますね。田中ゲーム、今から説明しますよ。はい、はい、今、人数は全部で何人ですか？三之助さん、ちょっと集計お願いします。これ数えちゃっていいですか？あ、じゃあゆいちゃんにお願いします。ゆいちゃん、はい、何人いるか数えてくださいよ。25人です。25人の中でそんなにいいんだ。いるね、随分帰ってんだけどね。結構帰ってますけどね、うんうん、25人中ですね、じゃあね、13人が、半分のラインですね。はい、13人は半分以上ですね、はい、12人から下がダメ、はい、田中ゲーム、今から説明します。田中という有名人で、下の名前を頭の中に想像してみてください。まあ、いろいろいますよ。田中どの、これはもう問題じゃないんで、田中何にしますか？はい、田中角栄。角栄、はいはい、何かいますか？はい、角栄。ああ、もうブーズワンだね。バッキューンですからね、本当に。田中いますか？田中、田中優子ね。田中いましたか？田中よしこ、うん、ね、あ、スーちゃんね。スーちゃん、はい、いますか？ないです。田中の方、飛んでますかね。あ、田中飛んでんだ、はい、あ、おいおいさん、なんかいますか？いますか田中。いや、田中、はい、田中国家いますか？田中、誰か田中思いつきますか？え、田中真彦ね、各家の娘ですね。あといますか？田中、どんどん言ってくださいよ。田中誠二、ビューティフルサンデーね。はい、田中裕二ね、爆笑問題ね。はい、田中康夫、なんとなくフリスタイルね。はい、結構いますよ、田中。いるんじゃないの、田中は。田中義武ね。花畑牧場。牧場ね。いますか、田中とは。え、田中邦衛。田中邦衛ね、めちゃくちゃさっきから言ってます。死ぬほど言ってます、みんな。はい、田中健さん。え、田中健ね。健な吹いてる人ね。田中健、結構いますよ。はい、田中。いますか、翔平さん。田中冬ってのもいるんですよね。田中冬さん。はい、田中冬さん、知ってる人手挙げてくださいよ。はい。この場合、却下です。つまり半数以上が知らない人は、ここでは有名人と認められません。はい、田中邦衛、知ってる人。はい、はい、これは、正解です、はい、で、ちなみにですね、どういうゲームかというと、田中で自分で思い浮かべてください。で、せーので、その後言います。一人一人名前を聞いていきます。自分の言ったやつを責任持って言ってください。これに変えないでください。で、誰かとバッティングしたらダメです。で、誰も知らなかったらダメです。半分以下の人が知らなかったらダメです。つまり、半分以上知ってて、なおかつ自分しか言ってない人、その人が勝ちです。これ普段3人か4人でやってるので、25人だとどうなるのかっていうのはすごい興味あるんですよ。これ社会実験ですね。社会実験ですよ。で、今田中康夫って聞いてパッと思いつく、つくしてもらえますか？田中康夫。あ、田中康夫はもう全然 OK ですね。田中冬ダメでした。あと何かいますか？田中美里。田中美里、知ってる人手挙げてください。ほら、今何時？1、2、3、4、
5、6、7、8、9、10、11、12、13、13人、ギリギリセーフ。女優さんですね、なんとなく僕も分かります、ね、はい、これでやっていきますよ。ちょやさんうるさいよ。これ本当は、本当はね、3人か4人ぐらいで回していくんですよ、多分。次の人がお題決めて、で徳川とかなしなんですよ、うん、どう考えても15、6人いますからね。そういうのなし、三遊亭とかダメですよ、はい。で、じゃあこの問題いきますよ、はい、じゃあ まずお題を、まず第1問、うん、はい、一番最初は鈴木です。鈴木、いろいろいますよ、鈴木、はい、ね、鈴木いますよ、頭の中にね、思い浮かべて、はい、ただ本当にスタンダードな人言ったらみんな言うかもしれないしね。そうそう、で、一回自分でわって言ったって言えなかった人はその時点で負けです。はい、はい、つまり人が知っていそうだけど、その他の人は言わない名前を考えなきゃいけない、で、逆に3人ぐらいでやってると、例えば田中、一番最初に言いそうな角栄さんとかは、あえてみんな言いそうだから言わなかったりするわけですよ、うん、あ、田中角栄取っちゃうんだ、うんうん、それは駆け引きですね。で、田中義武でバッティングしちゃったりするわけですよ、うん、そういう駆け引きもある、うん、さあ、鈴木ですよ。ウゾさんが思いついたかどうか。そこですね、基準がね。ウゾさん、鈴木ですけど大丈夫ですか。はい、あ、思いつきました、はい、ってことは全員もう思いついてる。今思いついてない人手を挙げてください、鈴木。一応思いつきましたね。じゃあ時間制限ここまでですよ、はい、いますよ、皆さん精度で言ってくださいよ。いきますよ、せーの、ラグリー。さあ、どうなりましたかね。全然わかんない。さあ、まずはじゃあ、芸人さんから言ってみ、芸人さん最後にしましょうか、はい、はい、じゃあ、こちらからどうぞお名前を言ってくださいよ。稲田です。稲田さん、稲田さんは鈴木圭司。鈴木圭司さん。じゃあちょっと鈴木啓司って言った人いますか、他に。あ、いない。あ、こうやって聞いて、一緒に聞いていけばいいですね。鈴木啓司って言ったことない人だったらバッティングはないってことですね。そうですね、はい、じゃあ鈴木啓司何の説明もしないで知ってる人手を挙げてください。残念。ちなみにどういう方ですか。あの、柔道の、オリンピック柔道の、そうですね。ちょっと今、プズさん金鉄って言いましたけど。金鉄って言いました。それ鈴木啓司さんじゃないですか。啓司じゃなくて啓司ですね。あの左投げのね、あの草根って書いて雑草のような、はい、鈴木啓司を知ってる人手を挙げてくださいよ。あ、同じぐらいでした。やっぱりどっちもダメでしたね。はい、じゃあ鈴木誰ですか。大切。どういう字ですか。大きいに、あの、あれみたいな、小話みたいな。手辺の出る。手辺の出る、はい、拙者の説ですかね、うん、はい、鈴木大説知ってる方手を挙げてください。3人です。はい、残念。ギレさん、なんか、ボールペンもらって帰ってください。ボールペンくれんの。はい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 。で、どういう方ですか、鈴木大説。禅宗のお坊さんだそうです、はい、お坊さん。あ、これはちょっとマイナス。僕はあのね、字面では見たことありますけれども、うん、やっぱちょっとどういう人か分かんないですね、うん、やっぱ半分知らないとっていうところね、はい、この酔っ払い集団の中で、はい、さっきあの隣でこけそうになってた、はい、あなた。私ですか。はい、私はひろみつ。鈴木ひろみつ。さっき話しましたけど、鈴木ひろみつって言った人いますか。言った人いますか。お、いない。いない。鈴木ひろみつ知ってる人。おー、正解ですね。それこの場合しおりんさんではないんですよね。しおりんさんじゃないです、ね、はい、本人の方で。あれは鈴木ひろみつ。あ、そうです、はい、じゃあ、次どうぞ。鈴木ランラン。セーフ。鈴木ランラン3人です。で、大林さんと松組さんと寺内さん、はい、残念。4人です。残念。女子ばっかりだ。やっぱランランなんだね。鈴木ランランは女子の、女子は女子に認知度高いですね。鈴木といえばランラン、はい、はい、どうでしょう。全校、鈴木全校総理大臣ね。言った人いますか。はい、鈴木全校5人もいますよ。残念。ティッシュもらって帰ってください、はい。残念な。あ、じゃあ後ろは全校でした今。あ、全校、全校。あ、全校多いな。やっぱなんかに、あの、近所が重なりますね。そうですね。鈴木全校、鈴木全校首相なんか、普通ね、今若い人に聞いて総理大臣といえばなんて言ったら絶対出なさそうだね。出ないですね。やっぱ今日はちょっとシニア層が、そうですね、シニア層が、はい、集まってます。さっきからあの、なんかこう、瞳孔が開いてるプーゾさん。はい。はい。どうでしょう。鈴木一郎。お、イチロー野球選手。はい、イチローの人手挙げてください。あー、残念。さっきあんただって知らなくてしたでしょ。はい、そういういらないボケはいいですからね。はい、じゃあ、かぶった人はいないんですね。
じゃあ一郎セーフですね。一郎知ってる人はいるよね。鈴木一郎知らない人いないでしょ。一応聞いてみましょうか。鈴木一郎知らない人いませんか。あ、全員知ってる。素晴らしい。じゃあどうぞお願いします。鈴木喜一郎。鈴木喜一郎ね。鈴木喜一郎知ってる人手挙げてください。あなたの友達ですか。誰も知らないみたい。誰も知らないみたい。作家です。どういう本書いてある。本は知りませんけど、本の雑誌に毎月投稿してます。それ作家さんですか。なんだよ。投稿してる。投稿してる作家です。著作は。著作は西原玲子さんとかともやってなかったかもしれないですけど、まあとりあえず。なんとなく、かなりマイナーな感じで、せめて大失敗したばっかり。攻めすぎですね、やっぱね。ちょっと、エッジが攻めすぎました。はい。柳沢ビデオさんは出てます、全校さんで。あ、全校さんで出てね。もう出ちゃいましたか。まだですか。はい。鈴木亜美ちゃん。なんか、悲運のアイドルね。鈴木亜美。あ、言った人いませんか。被ってない。あ、鈴木亜美知らない人大正製薬の地の薬をどうぞもらって帰ってくださいね。はい。じゃあさっきランランで当たっちゃいましたね。はい。三枝さんは鈴木大地。おお。大地僕言いました。ああ。大地言っちゃったんだ。食べちゃった。そうか。残念。ダメでした。ちなみに僕も鈴木大地でした。ああ。はい。残念でございます。はい。おいおいさんはどうですか。鈴木アグリ。あ、鈴木アグリ。アグリさん。うん、お大丈夫セーフ、セーフですね。あ、出てました野口さんが ね、 ね、そうなんです。僕替え歌よく歌ってました。鈴木あぐりのバスは速いって歌ってよく歌ってたんですけど、三崎目線です、ね。まあ、今みたいな反応でしたね。今ね原曲を、ね、把握するのにとても愛してます。鈴木あぐりのバスは速いんですよ多分。めちゃめちゃね、はい、はい。じゃあどうでしたか、はい、鈴木雅之。ああ大森の不良ね、ラッツ&スタシアの昔すごい悪かったらしいですよ。ロンリーなチャップリン、はいはいはい。あ、これもいない、ない。あ、セーフだ。はい、じゃあ、次にじゃあ島村行ってみましょうか。鈴木治知らない人。お、みんな知ってる。鈴木治分かんないです。放送作家の人、うん、森さん中の大島さんの旦那さんね。うん、プドさんいいんですよ。いいんですいいんです。あなたはいいんですよ。はい、プドさんはね何にも知らなくていいんです。はい、ね、はい、じゃあ、次ゆいちゃん。鈴木啓太。おサッカーのね。鈴木啓太ね。鈴木啓太を知ってる人。1,2,3,4,5,6,7,8,9人。残念。ね。鈴木啓太は浦和レッドダイヤモンズですかね。はい、レッツファンなんですよ ね、 ね。実はゆいちゃんはレッツファンで、もうもう中学ぐらいの時からガンガン行ってんでしょ。ガンガン行ってました。お父さんがね、本当年間パスポート買うぐらいの。おお、じゃあ家族中で好きなんだ。はい、あと聞いてないのは長屋さん。あと聞いてない長屋さんですね。鈴木拓と聞いて今ピンと来てない人手を挙げてください。はい、あ、ほらほら来てない。ほらこれもアウトですね。はい、じゃあね、じゃあアウトです。ドランクドラゴン。ドランクドラゴンと聞いてもわからない人。はい。あ、でもじゃあこれセーフじゃないですか。ドランクドラゴンと聞いてわかるんですか、鈴木拓。そうですね、はい、なるほどね、はい、ってことはこの中でセーフだった人。あとはあ、まだ、まだ野心さんがほら松尾松尾鈴木。これはありですよ、ありでしょ。松尾鈴木知らない人はプードさんだけですよね。やっぱりいいんですよ、プードさんは何にも知らなくていいんです。はい、松尾鈴木の場合カタカナですからね。でも山崎松尾は知ってるでしょ。山崎松尾知らないですか。山崎松尾はね結構あれですよ。結構知っててほしい。そんなの知らないとダメだてんだよみたいな喋り方。実にどうもね、6代目の炎症師匠山崎松尾。どっちが名字なんだって。はい、じゃあ最後柳は一気にしよう。はい、はい、あ、鈴木前後出ちゃう、はい、ということは今勝った人誰ですか。手挙げてくださいよ。はい、野心さん、島村、それからプードさん勝ったの。
ん、あとは諏訪さんね、それから、ピーコちゃんね、で、長屋さんと、あごめんなさい、福田さん、もう福田さんそのままでいいんですね、もう誰がハンドルネームだかなんだか分かんなくなっちゃった福田さんで、これだけは勝ちました。で、4回戦やりますからね、これ、はいはい、これ何、勝った人とかどういうことなんだろう、誰が勝ったかっていうのを4週連続で行って、で最終週で分かるっていう、で一番勝った人には、はい、パンパンパン、一番勝った人にはあの落語カフェの手ぬぐいを、おお、次週もお楽しみに、お楽しみに。はい、というわけでいかがだったでしょうか、ね、いろいろ今日は盛りだくさんでお届けしておりますよ、はい、ちゃんとコーナーをいくつか聞いていただいた後のエンディングコーナーでございます、はい、じゃ あ, あの皆さん、はい、お名前と感想を言っていただいて、はい、ね、はい、お願いいたします、はいはい、渡辺久殿です、以上、はい、以上です、ヨヨ、まあ、おいおい言っていただければいいな、だんだん感想言うの嫌んね、感想がほら、はい、ね、はい、どうですか福田さん、いや今日はあの泊まりで来た甲斐がありました、あ、そうだね、ね、ぜひ第2回もまた、はい、ね、また来ていただきまして、はいはいはい、回を重ねていただいて、はい、ね、はい、プードさんいかがですか、とても楽しかったです、はい、一生懸命、最前列で参加していただいてありがとうございます、目力をね、トント使っていただきまして、はい、ね、ずっと喋ってますよ、私がね、はい、そうなんですよ、まあ、ずっと喋ってるんであえて聞かなくてもいいんですけど、はい、長屋さん今日の感想、いや楽しかったですね、あのあと2時間ぐらい喋りましょうかやる気になってますけど、まあ、喋ってもいいんですけど怒られると思う、怒られるからねじゃあどうもごめんなさい、この辺じゃあみんなでせーのでまた来週行きますか、ね、はい、行きましょう、行きますよ、はい、せーの、また来週あなたあなた